はい、こんにちは、森本です。2週間ぐらいね、お休みいただいてましたけど、今日より、業務再開します。多くの、ご注文、お問い合わせいただいてますけど、ゆっくりね、順番にご返事差し上げますんで、もうしばらくお待ちください。この2週間ね、何をしてたかっていうことに関しては、この YouTube チャンネルであるとか、あとノートであるとか、そういった場所で順番にね、アウトプットしていくんでね、ぜひね、楽しみにお待ちください。なかなかね、膨大なコンテンツなんで、多分週に1本とか、そういうペースにはなると思いますけど、なかなかね、楽しみいただけるような内容になってますんで、ぜひね、ご期待ください。実はね、この2週間の間に、登録者数が3000人に超えました。3000人はなかなかね、超えるのは難しくて、1000人なんかね、本当に苦労しましたけど、3000人まではすごく早かったです。このペースでね、3000、5000、1万というふうにいきたいと思いますんでね、ぜひ皆さんのいいね、チャンネル登録、ぜひお願いします。それとね、3000超えたからではないですけど、実はね、YouTube チャンネルのサブを考えてます。このチャンネルは、マウンテンバイク、ロードバイク、グラベルとか、自転車のこと全般を扱うチャンネルですけど、もう一個のチャンネルは、僕の趣味の、ことを扱おうと思ってます。やっぱりね、チャンネルっていうのはそのコンセプトがブレたら良くないんで、このチャンネルはブレずに行きます。もう一個のチャンネルは全然まだコンテンツがないんですけど、いろいろね、構想ありますので、ぜひお楽しみください。今日はね、こんな、再開の報告ですけど、うちのね、実は本業は、問屋業なんですよね。特にアメリカのポートランドのあたりの、ブランドを日本に入れてますけど、うちのメインは、PDW っていう、コミューター系のね、ボトルケージであるとかラックなんかを扱うブランドなんですけど、その PDW から、再入荷が2月の中旬頃あります。やっぱりね、PDW もアメリカの需要の高まりに応えきれずに、常にその在庫は、ショートして苦しんでますけど、日本向けで、まとまった数を確保してくれました。でね、ようやく入ってきます。うちもね、めちゃめちゃ欠品が増えてまして、常にね、これありません、これありませんっていう感じで、それ心苦しいんですけど、ある程度入ってきます。ぜひね、欠品していたモデルも入ってきますので、皆さんお楽しみにお待ちください。というわけでね、今日は再開のご報告でした。皆さんね、チャンネル登録、いいね、お願いします。それでは、てい。